聞いて、見て、知って、盲学校。聞いて、見て、知って、盲学校。盲学校体験会では、白杖を使った歩行体験ができます。はじめに、視覚障害者を安全に誘導する方法や白杖の使い方を学びます。誘導する人は視覚障害者の半歩前を歩きます。障害物を越えるときは声を掛け合って行います。階段は白杖を使って安全に注意してください。基礎基本を学んだら、自分の体に合った白杖を選びます。アイマスクをつけて歩行体験スタートです。ペアの人の声や白杖からの情報を頼りに歩行体験を行います。体験者の皆さん、お疲れ様でした。聞いて、見て、知って、盲学校。盲学校体験会への参加をお待ちしています。